お、触ってる。まだやな。行く行く、まだやな。走ってますね。よっしゃ。ベーシックスーパースター。ガーガー。はい、ベーシックスーパースターです。昨日の続き、昨日空港に僕は行きました。飛行機のチケット明日ですよと言われました。絶望に駆られました。で、アンサ君に空港まで迎えに来てもらったと、はい、せっかくのチャンスだから俺が今沖縄で一番釣りたい魚マクボウ釣りませんかって誘ってくれて、はい、ありがとうございます。 あなた誰ですか？すいません、フィッシングギャングです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあまあその、まあマクボウじゃなかったんだけど、あら、うん、焼いた旗を釣らしてもろて、で、もう一回今日同じ時間11時ぐらいからに空港に着けばいいから早朝やりませんかと。で、あずさはいつも通りオニヒラを狙うと、はい、で僕はもう一回ラストチャンスでマクボウを狙うチャンスをもろって今からやります。で、これコナン持ってますけど、そっちも暗いかもしれんけど、今からオニヒラのチャンスなんで、あずさはオニヒラに行くと。で、俺も実はオニヒラができる道具も持ってきてると、はい、でもあくまでもマクボウを狙いますよという釣りをしようと思ってます。で、横でヒュンヒュンっていうのは前立ちがフライ投げてます。まあそんな体勢で誰か釣れたらいいなという釣りをしますんで、見とってください。頑張ります。いや、まずさ、はい、これ買えばいいか。はい、こんなメーカーの買ってもいいから持ってないからね、はい、70万しかないんで、僕20本だ。そう、なさいか。僕の15分かかるの。朝、今、マヒーさん。はい。投資金額6000円オーバーです。マクボウやります。で、これ。GT に持ってきた、80BGT か 80BGT S80BGT にステラの GT 持ってきた、ステラの1万8000万にこれ P15 です。この GT のキャスティングの中では細い方の糸の GT MAX パワーの15を巻いたリールに、昨日急遽ね持ってなかったんで、買ったフロロの、120ポンド35に、カトラズの30を結びつけてます。で、リーダーは5ヒロつけてます。これでいきます。じゃあカニつけてから、で、岩ガニ使います。で、投げ込んだ後はもう待つだけの釣りです。めっちゃ挟まれてる。いいね。ててこれでいきます。よし、リーダーが長いんでね、このバックラッシュせんようにラインの厚掛けだけは気をつけて、そんな投げる必要はないやつ。そしてラインをそこにべったりつけときます。よし、これで待っときます。で、このロッド、まあパワーすごい、ここがやばいとこだっていうのを昨日見栄え焼いた肌をかけた時に思ったんですよ。っていうのは、すごい勢いで巻いても途中にすごく根が急傾斜というのの坂があって、で、なおかつ穴がいっぱいあってブワーって巻いたところで入られると。マクボウってむちゃくちゃ強い魚なんですよ。まあ釣ったことないねんけど、ベラカだしとんでもなく強い魚。それを釣り上げるためにロッドのパワーもいるだろうし、まあ BGT のパワー、そしてこの竿は 30g ね、サーチャーぐらいの 30g の軽いもんから 200g のジャックベイトぐらいまでを引きやすいように作った竿で、なんでかというとマグロってこんなマイクロベイトパターンの時もあるから、それも投げて、ジャックベイト 200g ぐらいのもんも投げれて、で、動かしやすくて、で、でかいのかかっても取れるパワーがありますよという竿なんですけども、その柔らかい穂先、先はすごく柔らかい、なんでかというと軽いもん投げやすいように、その柔らかい穂先が食い込みがいいんじゃないかと、そこも狙いの中であります。で、今
35、120ポンドのフローラインをこうペタッと、例えばこの階段をペタッて這わしてるような状態にしてるんですよね。それはそこに糸をくっつけることによってラインの存在を消してる。まあ、バスなんかフローラーについてね、最近よくね、バスプロの皆さんがやってる方法で完全に存在を消すためにペタッとつける。まあ超ヘビー比重のワームなんかは沈まして、ワームを沈ます目的よりもこのフローラーをそこにペッタリ離すのを目的に投げてホールしてからじっくり待つんですよね。で、例えばあのヘビキャロとかすごい釣れるんですけども、それはなんでかというと重りからのリーダーになるんで、リーダーの部分がそこにペッタリくっつきやすいと、糸の存在を消せる釣りだということが釣れる秘訣で、その状態を今作っていると。でもう一つ言うと、糸を張った状態だとこう魚がパンって糸を触ると逃げると。マクブとかベラガイの魚、コブダイとかもこの糸の存在とかパンと当たると嫌がるんで、そこにペタッとペタッとハリスをつけるのが裏技、ちょっとしたテクニックになってます。で、フローラーを使う、もう一つの理由として、圧倒的に根ずれに強いと。ナイロンだと、多分この根だと、スーと一撃に切られるんだけども、まあ、フローラーだと、なんぼが粘ってくれるんじゃないかという期待があっての、まあまあ、トータルの理由をすべて持って、この道具立てにしました。お、お、入った、入った、入った。今絶対動いたな。離したな。何回は食ってるんかな。今動いたな、間違いなく動いたな。そう、飛距離もこれでいい、こんなもん。寝かがりのリスクはあるんだけど、べったりそこにつけます。よいしょ、第2投。今さっきあずさが取った大きめのこの磯ガニをつけた。あ、そうなんですか。うん、今つけてるんですか。うん、エースを使ってた。やばい爪してんなこれ。爪だ巻こう。もうさっきおばあが魚の、おお、当たった当たった当たったですか。チュンチュンやって。うまっ。お、触ってる。まだやな。行く行く、まだやな。もう行く。走ってますね。よっしゃ、もう行く。走ってますね。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、おらおら、マクベア、よっしゃ、違う、さざ波浮く、よっしゃ、よっしゃ、おらおら、マクベア、よっしゃ、違う、さざ波浮く、さざ波浮く、でっか、ポンタ、でっか、うりゃ、うわ、さざ波浮く、うりゃ、うわ、さざ波浮く。持ってる。このサイズ抜いたらダメでしょ。ポンタ。ポンタ。サドナミ踏むよ。サドナミ踏む。うん。あのさ、バス持ちして。やばい、これはやばい。これやばかったの、切られるとこじゃん、俺。よく切られませんでしたら。これはこれです。俺、遠回りするけど、いい釣りしてるよね。なかなかターゲットに会えないけど、ごめんごめん。すごいな。サザナミフグ。サザナミフグ。俺、僕の発業です。
業ポンタちゃん。ポンタ分かる人いる？彼女が水着に着替えたらよ。うわーかわいい。この柄やばいな。草間彌生もびっくりやで。やば見て。あかわいい。おふぐにな、好かれてるよな。やった。こんなのいたんだ、初めて見る。嬉しい。うわ、これヒレとか見ていいの？やばいよ、もの。ヒレでかいっすね。尻尾、そういう尻尾って言うんだけど、ヒレ黄色、尻尾はドット。で、この目の周りのぐるぐる見て。これさ、ちょっと、見とってよ。あなたは眠くなる、眠くなる。いや、違うな。言い換えますよ。あなたはフィッシングスーパースターが好きになる、好きになる、好きになる、好きになる。パラッパーいやリリースお願いします。えい遠いな。いける？おお、うまい。すげえ技持ってんな。さすがギャングだな。はい、ポンタありがとう。うわー、いけるか、頼むで。うん、ちょっとちょんちょんしたって。おー元気。あーありがとう、ありがとう。グッドラック。演技してたな。